しまった。Thank you.
で、あるときはキンキンでやるから嫌なんだけど、カナダの方にしちゃったからな。出走ハルマの登場です。4歳以上1周です。ダービー 1200m メンバーはニューロックです。1番1号記念に今日の馬体重は 474kg 変わらず、鞍上は山田圭司、単重量 58kg。 2番サドのヒーロー 470kg プラス4、下間など 55kg。 サドのヒーカロス 480kg プラス4、横山龍斗 56kg。 4番クイーンアドバンス 478kg マイナス2、福沢和樹 56kg。 5番デュアルキャリア後ほど登場で 552kg マイナス2、原祐介 56kg。 6番ルールの後ほど登場 470kg プラス6、三浦光成 58kg。7番スノーホルンロード 496kg マイナス2、佐々木大輔 55kg。 8番アバノス 464kg マイナス6、小畑駅が 58kg。 9番クイーンアホいいお天気の高山競馬場、終日芝ダートの日両両からでした。さあ、現在は向こう上面の左手、芝生の上、まだまだ明るい中山競馬場。さあ、現在は10番のヒロの豪快が入って、8番のアマです。それから12番スコラーリ、6番ムーブと入って、最後の一頭は16番桜橋なんで、終日風が強い中レースが行われて迎える最終です。さあ全馬収まってゲートル完了、スタートしました。マラソンがスタートになっています。12番スコラーリ好ダッシュ、内場10番のヒロの豪快、
さらには11番初めての注意、4着5着が写真判定となっています。最終的にレース確定までお待ちください。